新潟県上越市にある小竹製菓のサンドパンサンドパンは菓子パンの一種。新潟県内で製造、販売されている。コッペパンにバタークリーム、またはショートニングクリームを挟んだ菓子パンで昭和10年代から新潟県内のパン屋で製造、販売されている。新潟県内ではサンドパンを扱うパン屋は上越地方と中越地方に多い。販売当初。 バタークリームは高価だったためショートニングクリームを使っていたが、クリームの品質が悪く砂糖の食感が残った状態だったため、それが砂のようだったことからサンドパンと呼ばれるようになったという説がある。AB、新潟県民が愛するクリームを挟んだおやつ、サンドパン9000。小町ウェブまとめ。ニューズライン。2018年1月22日閲覧。ABC、 今日のおやつ、新潟県だけのサンドパン。コッペパンとバタークリームの素朴な美味しさ。コロカルニュース、マガジンハウス。2018年1月22日閲覧。のせやすしさる。第62回新潟ご当地グルメ万イバスセンター。バンダーアイ。列島あちこち食べるぞ。B 級ご当地グルメ。日本経済新聞社。 2018年1月22日閲覧。新潟県をいただきます。柏崎市教育情報支援システム。2018年1月22日閲覧。ありがとうございます。